そうですね。相性がちいですね。いや、話があります。そこであって。で、まあ、僕と西がマスラウで戦います。はい、決まったときどう思いました？いや俺ね、逆にリスナーさんとして聞きたい。自分はなんかもう、なんかもう悲しかったですよね。後ろからハグしてる、あれが、最初の出会いがあったじゃないですか。その、何でしたっけ、テレパシーだからしょうがねえだろ。何がテレパシーだよ。あ、俺小山側だったからね。あの日からそうなっちゃうんだと思った時、すげえ悲しかったです。え、戦うの決まったそうです。だから、仲良くしてほしいなってのがあったんですけど。で、多分、日誌のリスナーでもあると思うんです。はい、で、僕は、まあ、見せる練習をずっとしたわけです。はい、ローばっかり練習して、はい、対日病行って、はい、で、片や、まあ、やってるって言いながら配信をしてて、はい、あれはどう思ってました？あの辺は。まあ、やってんだろうな、みたいな。でしょ、はい、みんなそう思ってたんですよ、はい。やってんだろうなって思ってたんだ。思ってた。多少、ほら、みんな多少は思ったんですけど、で、フリーダムオズっていうところに行って、はい、そのためにわらびの家借りてたんですよ。はい、だけど、実際は、俺、ぶっちゃけ、何日も張り込んだの。わらびですか。フリーダムオズの前で。はい、うん、で、はい、チャリンコ来たら、エアポッツつけてやる。エアポッツの片耳でもつけてやろうと思って、はい、つけると燃えるじゃない、はい、つけてやろうと思ったんだけど、まあ来なかった、はい、あの辺でもやっぱり練習してると思ってた、思ってた。まあでもちょいちょいやっぱお酒はずっと飲まれてたんで、なるほど、ね、酒もやめた方がいいのになってのは思いましたけど。で、じゃあいざ戦いました、はい、で、まあ勝たせていただきました。その時はどう思いました？まあでもそうですね、やっぱその自分はやっぱ無栄隊立ち技最強だと思ってるんで。あ、はいはい、はい、そうなんですか。そうそう。なんで、やっぱ大関さん有利だなってのは思いました。で、西負けたじゃないですか。はい、どういう気持ちですか？悲しいって。まあでも、こればっかりはもう、勝ち負け絶対決まるわけじゃないですか。うん、なんで、なんとも言えない。まあ、その後こう、いや、まあ、やっと終わってくれたみたいな、こう、その後仲良くさせてなかったんですけど、終わった瞬間燃えたよね。慣れ合わない。終わった瞬間燃えたよね。うん、じゃあ、さらに時が進んで、はい、わらびの鍵変えちゃいました。はい、石浦の館見てました。見ました。見ました。どう思いました？いや、そこまでよくたどり着くじゃん。お出かけ中に鍵変えちゃいました。はい、どう思いました？なんかね、聞きたくて俺、なんか、俺だけなんか、すげえ悪いやつみたいになっちゃってるんだけど、悪いやつじゃない、悪いやつなんですけど、はい、なんか、やってることが異常だみたいに思われてんのかな。もう愛情が強いがゆえに、やっぱ愛情だなって思う。そうなんですよ。そこまで。なんか、やってることがすげえ異常だなみたいに思われてんのかなって。いや、もう自分は愛を感じましたよ。俺はもう、最大のエンタメをみんなに提供したいって思ったら、はい、もう絶対、もう、金かけてもいいやって。もう、委任状取った瞬間にも鍵がとしたら、うわーって、鍵が車のままわーもう、もともと今年なんで、はい、知らない鍵あるじゃないですか。お前車乗れっつって、うわーっつって鍵変えて。異常だとは思ってない。まあ、異常というより愛情ですよ。愛情。愛情を感じましたね。そうなんだ。じゃあ、パクられました。これはパクられたのは、俺関係ないじゃん。はい、関係ない人じゃないですけど、その時はどう思いました？西山君がパクられた時ですか？もったいないなと思いましたね、その。うん、なんかこう、全然関係ないことでパクられちゃったじゃないですか、今回。全く関係ないことね。ね、まあ、もったいないなと思って。まあ、でもこう、いろいろなんか彼の中でも、でもあったんじゃないですかね。多分ね、俺いっぱいいっぱいだと思う。うん、なんか、いろんなことで。はい、変なのに、なんかさ、はい、こんななってる荒くさせてたりしてね。はい、うん、そうそう、まあ、ハニトラスですよね。まあまあ、まあでも、そうですね。まあ、それでも本人が良かれと思ってやってることなんで。うん、パクられたのはもったいないですね。やっぱお酒で最後に。うん、僕は多分出てきても、まあ、この、ちょうどこの後2年後ぐらい出てくると思うんですけど、はい、どうします？いや、まあ普通に。酒飲みたい。まあ飲みたいですし、まあ先に大関さんと西山君でコラボしてほしいですよね。一番最初に。いや。そこはなんかもう2年経つし。そうだよね。2年ね。はい。やっぱこの。スパーするでしょ。ああ、いや、絶対しないと思いますけども。してくれないと思いますけど、でもまあこのなんつうんですかね、2人の多分西山君はその2年間時に止まっちゃうんで、まあ、そのダメンズの話とかいろいろ
あの時こうだったと話せると思うので、ぜひコラボしてほしいです。はい。見たいですね、リスナーとして。生きがんなければしたいんだけど、生きがるよね。大丈夫でしょ。絶対。生きがんないかな。多分喜ぶと思うんですけどね。生きがれたらもう、ペチンってしてる。結局その、YouTube、その、お互いのリスナーさん、本当に思ってくれてるリスナーさんたちは、多分まあ見たいっていう人も いらっしゃると思うんですけど、結構そのポンパーが多いじゃないですか。見てる方っていうのはこの回はもうみんなやれやれ、もめろっていうのが多いんで、そこのポンパーにこう、そいつらのことをいちいち考えない人もいいのかなっていう。